藤田大吾のゴーゴーチャンネル、ピースピースピース。はい、皆さんこんにちは。ゴーゴーチャンネルメインパーソナリティの藤田大吾です。この番組はですね、ゲストいろんな情報を詰め込んだ何番組なんですかね、これね。はい、の番組。はい、ありがとうございます。そんな感じでお届けしたいと思うんですが、今日アシスタントは、はい、大好きこと石木美久です。よろしくお願いします。いやさ、はい、変わったね。変わりましたね。びっくりした。そうだ、来たのびっくりしました。そうだね。あ、そっかそっか、大福は知らないんでね。そう、知らなかった。映像が前回からまた再開してですね、でスタジオも変わっちゃって、スタッフさんもね、はじめまして、よろしくお願いします。ということでね、今回もゲストの方にお届けしようと思うんですけど、大福1ヶ月ぶりということで。そうですね、気合十分。十分です。本当ですか。なんかさ、さっき、まあ、その本番前に話してたけど、愛媛出身だったよね。そうです、結構前から言ってる通り。なんだろうね、なんかちゃんと俺把握してなかったんだけど、なんかみかんじゃない、だからなんで大福なんだろうと思って。みかんちゃんの方がいいじゃん。ダメ。それも、結構笑ったんですよ。そうなの。いや、そっちのやっぱ大福の方がいい。どっちでもないと思う。ほんと、俺みかんちゃんとかなんかね、地元に貢献してる感がある。じゃあみかんちゃんにしますか。ねえ、ちょっとみかんちゃんに、ちょっとの間みかんちゃんにして、じゃあみかんにさして、みかんにして、うん、そういう感じで。じゃあ今日のアシスタントはみかんちゃんです。はい、ねえ、おお。で最近あれですよね、まあ、ゴーゴーチャンネルもいろいろ隔週になったりとか、こうやってね、場所変わったりとかしていろいろやってるんですけど、なんか僕の中ではね、非常にリラックスしてすごい楽しいんですよ、最近。お、そうなんですか。皆さんありがとうございますね。いや、もう画像が出てきたから、なんかこうみんなと本当に一緒にやってる感がすごい心の中で出てきたんですよ。そう、だからね、ちょっとね、見てる皆さんコメントとかね、いただければね、非常に嬉しいなと思いますよ。じゃあ大福からみかんに変わった感想とか、どうでもいい感想とか、そういうのがあるとね、非常に嬉しいなと思いますんで、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。CM の後は本日も素敵なゲストをお迎えしたいと思います。お楽しみに。